そこもさ、もう続いてみんな影響を受けるわけじゃん。ね、あいつらがスピリチュアルないよみたいなさ、ね、そういうのないよみたいな、だから嫌われてんだよ。だからね、そういう風になってるから、俺のことを排他しようとしても絶対に助けてくれる、その業界のトップの人たちがいるから、なんかで、そのコミン君とかとやっぱ付き合わせたくないとかさ、サーフィン俺をさせたくないっていう気持ちも視聴者の中で強く応援してくれて、お金出してくれた人とか体験を出してくれた人とかも、だからこそコミン君とかと付き合わせたくないって思ってると思うんだよね。だけどコミン君とかはもう小林俊之とマーのことがあるから、ノリとマーのことがあるから、もうすぐ、敬語はもう俺もずっと何年、高校生の時から付き合ってる人たちじゃないですか。ね。だから、全然さ、信用が違うんだよね。で、敬語は何回も何回も、あいつにもやられて、こいつにもやられてっていうのを、コミン君とかは知ってるわけよ、リザール君とかは。で、敬語は全然違うし、本当にみんな、そのコミン君のママとかお母さんたちとかさ、ね。ね、全然違う。コミン君とかも一応知ってるけど、バリの全然違うさ、自分で気づいたスクールもあんだよ。派閥もさ。そう。で、そういうところにもすっげえ敬語は尊敬されてるみたいな感じなのね。もう誰も関わってないんだよ。プロサーファーたちとか、俺の地元のやつとかも誰も知らないのよ。それよく言ってる、前言ったアブっていうさ、アブだけど5年前ぐらい亡くなっちゃってさ、おじいちゃんがさ。で、アブが持ってたクタビーチの イスタナラマの前にさ、陣取ってたんだけど、そのアブたちがジャカルタなんだってね。ジャカルタから来た移民だから、そのジャカルタの人たちがクタビーチでビジネスできなくなっちゃったって。で、アブの一族にそのミポリンっていうさ、おばちゃん、ほんと俺全然俺より年上だよ、50もう60近いんだけど、もう6時になったかな、もしかしたらミポリンとか、美奈子さんとか、ニタとかさ、そのおばちゃんたちがいるわけよ。で、その人、あので、ダフィーっていうのがいてさ、ダフィーはサーフィンのコーチやってるんです。さ、ダフィーに10万円出してあげたんですよね。車の免許取れよっつってさ、ずっと前だけどね。何年前だ、10年前ぐらいかな。でさ、みんなすげえよく知ってたから、何年もね、何回か行ってさ、でもう みんなが全然プロサーファーとか、俺の地元の人間とか誰も関わってないんですよね。誰も関わってないんですよ。で、そこでもさ、みんながよく言ってくれるわけですよ。俺がよくしてるからさ、本当にさ、人としてね。そうだから、バリで持ってる信用は全然違うわけよ。で、また他にもまだあるわけ。バリ島の中でさ、ヨッサンにも言ったけど、そのラマヤナのホテルの近くのところのおばちゃんとかさ、その土地売ってくれるっつってさ、おばちゃんがいるわけよ。で、それも自分で気づいたのよ、ただ自分で人間関係を築いてってるから、なんか俺の信用を崩せないわけよ。